こんばんばは風の未来です今回は2月24日昨日福岡市で開かれたれいわ新選組の記者会見の模様を取り上げます。えー、統一地方選のですね、えー、立候補予定者の発表なんですけども。 えー、今見ていただいているのがまさに令和新選組の公式 YouTube チャンネルであります。で今回、えー、立候補され,されるのがおなじみですね富井こと富永正弘さんそして、えー、若手の抱負というのかな、えー、期待の星有村博さんですねこのお二人が、えー、お話になられました。そして奥田さん 国政選挙に一度出られて、まあ、人気のある方ですけども奥田さんも参加されましたでもちろん高井幹事長の司会で進行されたわけでありますでですねまあ今回その、まあ、私も風間の未来も不器用なもんですから有村さんと富永さん両方お二人を一遍に取り上げる のはちょっとやめてですね。有村さんお一人にスポットを当ててみたいと思います。でその前に、えー、まあ、えー、この方ですね有村さんで公式ホームページたんですけどもその前にちょっと、えー、富永さんもう一人の立候補予定者富永さんですねもうご存知富こと富永正弘さんで富永さんについては、えー、機会を改めて。 取り上げまますすこれをお約束しますそして、えー、なぜこのページ見ていただいているかというと風澤純子さんですねもう都議,、えー、都議会選にも出られたことがあるまあ知る人ぞ知るれいわ新選組の顔ですねボランティアの人たちの中で本当に風澤さん、えー、多くの人が尊敬している方ですねそして須賀さんですね私が言うれいわ純情派。 令和純情派のお一人ですね、まあ、この富永さんとふ佐さんまあ純情派にという感じもするんですがものすごくまたねいろんな総合的な意味で、えー、自分、えー、切り口で語りたいと思ってるんですけど、まあ、菅谷さんも活動が長いんですね国政,国政に出られてから、えー、地元でずっと活動されてるので、まあ、大丈夫ではないのかと。 選挙に絶対はないので、絶対,絶対はないので、うんあの、もう油断は全くできないんですけどもうん誤解に、誤解を恐れずに申し上げれば、富永さん、富子と富永さんと、風沢淳子さん、菅谷隆さん、この 3, 3人とも当選していただかないと困っちゃうんですよ、困っちゃう。というのは、れいわ新選組のある意味、顔、 買おうとも言えるわけですよ、ね、それでファンが非常に多い菅谷龍さんもファンが多いんです、ね、それは、えー、竹村さんと同じようにれいわ新選組らし,らしさですね素朴さ実直さ真面目さ優しさ温かさですねそういう人が政治の現場にいてくれなきゃ困るじゃないかっていう思いもあって、まあ、私菅谷龍さんをずっと応援させていただいております。まあ ほんのちょっとですけど電話でお話しさせていただくこともあったりしてですねえまあえ私もちょっとねまた何て言うのかなえこひいきとかそういうことではなくて力を入れて応援しているこの3人ですねお三方ですねですからまた機会を改めて風ーさんは風ーさん富永さんは富永さん菅井竜さんは別枠で取り上げたいと思っておりますこの,この3人がもし えー、敗れる落選するっていうことになるとこれは、えー、大変なことになっちゃうなという思いもあ,あります。はいということで、えー、前置きが長く,ても長くなって申し訳ないんですけど毎度のことで申し訳ないんですけどですからトミーさんは今日は、えー、詳しくは語りません。今日スポット当てるのは有有村村ささんんんんでですね有村博さんどなな方なんでしょうか、えー この方です、ね、かこれはれいわ新選組の公式ホームページの1ページ有,有村宏さん、えー、平成2年生まれ平成2年生まれって何歳なのよということなんですけどもえっ、ー、とね出てるんですよこれ「選挙 .com」選挙 com の1ページにあって有村宏さん32歳。 32歳ですねこれあの他のいろんなページ見ても年齢が書かれてえ明記されてえいないので入れた方がいい私は入れた方がいいと思います。あの分かんないのでこちらにも書いてありますね、えー、とゆ,ゆとり世代なんだけど何今何歳なのよって言った時にズバッと32歳って言っちゃっていいと思いますね。若いから 頼りななないいとかってそんな感じじのすする人じゃないです非常にしっかりした人なのでね。で、まあ、この記者会見も後でゆっくり見ていただければわ、えー、かると思うんだけれども、まあ、ここにもね、えー、と公式ホームページも書いてあるんですけども要するにゆとり世代とかって言われるけども全然自分,自分の世代 だけではなく日本全体にゆとりないじゃないですかともう生活するのは精一杯、えー、これでは結婚もしづらい、えー、子供もね儲、えー、けられない豊かな生活最低限の生活すらも不安であるというねそういう現状を変えていきたいということですね。でこの方ご自身いいなと思ったのがえー、っとね、えー 学歴に私全くこだわらないんですけど同志社同志社代を出られてるということですねで同志社を出て鍼灸師ヨガインストラクターにをやっていたということ,ことなわけですね。でまあ、そこに壁に壁ぶち当たって 来たととい,いうことなわけですよ鍼灸師と給料が安いらしいですねでこれではもうどうしようもないという風で立ち上がったと政治家になろうとしたということですねそして特質に値する,は値するのはですねやはり非常に繊細で、えー、繊細な方でもう学校に行くのがつらかったと。なんんととかかんとか、まあ 有村さん自身の言葉なんですけど普通のふりをしてなんとか乗り切ったとで学校も、えー、卒業同社を卒業するということも成し得てそして鍼灸師の国家試験ですよねもう取って、えー、勤めたというなんとかそういうギリ,ギリギリ社会に適,適合してきたとでも,もうつらかったと学校行くのもつら、えー、かったというねそれ私自身は。 えー、そんなな適応能力なくな未来ですよ私自身のことを少し話させていただくと全く提供力はありません学校も私は大学、えー、と高,校高校入試も失敗してるし大学入試も、えー、失敗してるし、えー、大学は中退ですしで国家試験も持ってないしとにかく挫折挫折の連続で、えー、来てます。えー、ですから、えー 有村もうギリギリでなんとか、えー、こうきっちり、ね、やってきたでもその繊細な人たちというのかな、えー、もう過敏に反応してですね学校も行けない人たちの気持ちもよくわかるうーなろうと思いますねですからそういう人にね私是非とも政治家になっていただきたい。 のと何といってもそのゆとり世代32歳という若さですねでこの語りをね後で繰り返し聞いていただきたいんですけど実にしっかりしてます主張が、うん、もう軸が立ってるですからインテリジェンスというものもあるし、まあ、ただいろんな現場経験だとかあとじ人生経験とか、まあ、そういうのは今後の えー、課題になっていくんでしょうけどもただ今、えー、の会見を見る限りにおいて、えー、非常にしっかりした人ですそして若いけれども、えー、軽さがないですね、うん、軽いという感じがしない非常に珍しい、えー、ですから非常にき期待を持ってですね、えー、記者会見見終えました。はい えー、そういうことですね。あのまあ、繰り返しますけど32歳ですね。でうんあとまあ、えー、私も選挙地方選の選挙の現場の活動のやり方ということも私自身も選挙の経験がないので令和関係者というか選挙に出られた方からレクチャーを受け,受けたりとか直接ね、えー、そういうこともいいや、えー 自分なりに勉強してるんですけれどもで皆さんもね気になってると思うんですよねまあ冨永さんは筋金入り叩き上げの方なんでこの人が万が一なんてことはないだろうというのはありますよね冨永さんは、えー、通ってくれる当選してくれると思ってる人多いと思うんですけどじゃあ有村さんはどうなんだって言った時にうん 個別訪問とということをおっっししゃってましたねその記者,記者の方から質問を受けて支持、えー、拡大でどういう具体的な活動をしてるんですかといった時に富永さんは、まあ、朝ですねあ朝の駅立ちから夕,夕方ね同じ場所で挨拶するとかそのともろもろ、まあ、皆さんもよくご存知の、えー、いわゆる政治家を目指す人が活動する内容というものを、えー、話された。で ただ個別訪問ということはおっしゃらなかった富永さんは。で有村さんの方から個別に一軒一軒回って挨拶して、えー、自分の考えを聞いてもらうというねそういうことを話されたんで、えー、まあねその選挙経験がないと、えー、ち違う方法とか外線ばっかりや,やってるだとか SNS ばっかりやってるとかそういうことでは通らないということは。 大島九双さんそして沖縄の比嘉孝子さんが、えー、もうねうーんくれんぐれも間違いのないようにととにかく一人一人とこういう関係を作っていくことですよそれ,それがないと地方選は通りませんよということを何度となくおっしゃってきてるのでまあ大島さんの動画ってほとんどずっと私見てきてますけれども大体いいそこに落ち着くんですね。とにかく なんていうのかなこう上滑りにならないようにということですね空中戦だけじゃ勝てないよと地上戦の本当にうんまあ古い言葉ですけど土舞板的なものですね特に個別訪問ですね個別のつながり講演会の方々をつってその人たちとつながっていくとかねそういうことが大事だということももう有村さんご,ご存じだ ご存知で活動されているということも明らかにされたので、まあ、その点もね皆さんの心配しっかりしてるなあ村さん若いのにすごくしっかりしてるないいなと思われた方多いと思うんですね。うん、でトミーさんも近いし、えー、いろんなね、えー、ことを学んでいけばいいと思うしね、うん、あとは、えー、国政ですけども、えー、奥田さんが応援に えー、応援してくれているフォローアップしてくれているということなでいろんなねコミュニケーションを取りながら現場をね知っていっていただければねいいなとね感じましたまあですから工藤洋ですから32歳同志社大卒そして新旧師ヨガインストラクターというねそういう経歴 の持ち主でやはりれいわ新選組の方出る方非常に多いんですけどもやはり苦,苦しんできた人でいろんなトラウマという言葉はあんまり使いたくないけどそういう苦労されてきてるとか弱い人たちとかねドラップアウトとか一度怖い 一度や二度壊れたことがあるとかそういうふうな人たちの気持ちをすごくよく分かってくれる方だということがこの記者会見を通じてもひしひしと伝わってきました、えー、ですからね「かずは未来」もねこの本当に希望の欲しい有村さんね頑張る頑張ってほしい本当にねうん、えー、そういうね感じましたえー、っとじゃあちょっとこの こういう機会少ないのでプロフィールをお読みしましょうかね、えー、出られるところは福岡県の春日市ですね平成に生まれ今32歳ゆとり世代と言われ育ちましたしかし社会や政治を見るとゆとり世代にゆとりはありません子育て世代になりゆとりがもっと減っています消費税は増え続け賃金は上がらず自己責任とか え仕方がないと言われますが明らかに政治の失敗です仕方がなくないそうですね仕方がないと諦めちゃったら終わりなわけですよねゆとり世代に限らず全世代の人がすでにがん頑張っていますなのに報われない社会がおかしい私はすべての世代の人が安心して生きられる社会に変えたいですということですね本当に頼もしいですねもう、ま、間違いないですね令和新選組の 政策方向性と全く同じ中でご自身の32年間の経験ですねその中で育ててきた培ってきたものを生かしつつ軸を立ててねまっすぐに進んでいかれるというねそういう感じがしますよね応援したいと思います。はいということで今回はですね昨日行われた福,福岡市役所での 令和新選組の記者会見を取り上げました、えー、富永さん同席された富永さんについてはまた機会を改めて、えー、お伝えしたいと思います本日は有村さんですね32歳の期待の星、えー、お風花の未来も全力で応援したいと思います最後までご視聴いただきありがとうございましたよろしければ風花未来チャンネルのご登録と令和新選組の応援活動しております メンバーシップへのご参加も心待ちしております。それではまたお会いしましょう。